ベストカービーメソジスト教会での第一次世界、対戦記念日。ダビデと彼の三人の強大な男たち、そして、これは彼らの命を危険にさらした男たちの血では、ないかという言葉を描いています。ダビデの有したチップである、ヘブライ語聖書と戦った、ダビデオートで識別されているニサミュエル23、838に加え、補足情報の一部セカンドその最後の四つの章の、 サムエルの本、国際標準版はそれらを、デビットの特殊部隊と呼んでいる。三人の名前は、旧約聖書の第二サムエル二十三章八から三十九、第一歴代史十一章十から十九節に記載がある。ダビデのために、ペリシテ人の陣営を突き抜けて敵地にある井戸から水を、汲んで戻ったエピソードがある。ダビデは、その行動に感動し、自らは飲まず神に捧げた。 ユリウス・シュノール・フォン・キャロールスフェルドによる、水を注ぐダビデの規範が、1860年。ギュスターブ・ドレによる、彫刻、ペリシテの巨人、イシュビベノブから、ダビデの命を救うアビシャイにサミュエル23、8にサミュエル23、82。ありがとうございます。